はいどうも、パルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツツンです。ということで今回はビフォーアレン長崎のマイクマ選手の特集をやっていこうと思います。よろしくお願いします。そしてですね、気づいた方はいるか分かりませんけども、いないかな、今私ちょっと声の方が非常に出にくくなっておりますね。これ理由としてましては、今日の午前中ですね、ちょっと仕事が休みだったものでございまして、久しぶりにちょっとストレス発散をしたいということでございましてね、カラオケに行ってきましたね。このご時世カラオケもなかなか、行きづらいんですよね。本当行きづらいんで、もう一人カラオケしてきましたね、うん、僕は一人でカラオケに全然行けるタイプの人間なんですよね。もう一人で大変一人で、まあほとんどのことでやってきちゃいます。まあ、一人旅行とかもね行っちゃうぐらいなんで、何でもできるということで1時間半ぐらい一人で、歌いましてね、ちょっと喉の方が完全に持っていかれた感じで、ございますね。これ本当オウンゴールを決めちゃったみたいな、うまくもないけど、まあやっていきましょうかね。ということでですね、マイクマ選手ですね。まあビフォーアレン長崎ね、新人の、マイクマ選手でございますけども、中断明けからですね、7月から、最初はね、ウィングバックで、ビフォーアレンが中断明け最初の試合は3バックを使ったということでございまして、そこの、右ウィングバックで、スタメンだったと思うんですけども、その後は長崎が4バックを使い始めたということで、そこの右サイドバックに、しっかり定着してくれましたね。まあ今シーズン16試合出場で14先発で、すでに、2ゴール3アシストということで決めて、バッチリ決めてくれて、今3サイドバックの選手でこんだけ数字が分かりやすい数値が残せるっていうのは本当素晴らしいかなと思いますね。ただ今回言いたいのはこの数値だけじゃないんですね。数値もそうですけども、知ってほしいのはやっぱり彼のメンタル、そういう性格的なところですね。サッカー選手に必要なメンタルのところをちょっとねお話をね、したいと思いますね。でまあね、マイクマ選手どんな選手かというと、まあもともとフォワードの選手でございますね。登録もフォワードの選手、登録もフォワードのポジションではなかろうかと確か、思うんですけども、まあそこからね、テグラモリ監督がサイドバックにコンバートしたということでございまして、最初ね、誰だろうって、マイクマスって誰だって最初正直7月の段階で僕も思っていました。本当そこはね申し訳ないという感じなんですけどもね、マイクマ選手ですけども、まあ結構ね縦に仕掛けるスピードとか、ドリブルで相手をかわす力というのは非常にうまいです。まあ強いて言うならばちょっと体の入れ方というか、そこら辺はまだまだね今後向上していく余地が、あるのか、伸びしろがあるのかという感じがしますね。やっぱりサイドでボールを持った時に、こう体のもうちょっと体をグッと入れればねっていうところも結構あるんですけど、それでも素晴らしい選手でございますね。でじゃあこのマイクマ選手の僕が何が素晴らしいかと思ったかというと、やっぱりそのメンタル、さっきも言ったメンタルの部分なんですよね。でこれどういうことかというと、僕はさすがにマイクマ選手のことはプレー以外は知りません。性格とか私生活とかそういうの全く知らないんで、どんな性格なのかっていうのは正直わかんないところもあるんですけど、ただ僕が見ていてサッカー選手として大事な部分を持っている、それはやっぱり大胆さですね。正直ねびっくりしているのが、新人の選手でしかも初めてやるサイドバックで、あんだけチームコンセプトに沿ったプレーができるっていうのは素晴らしいんですね。これどういうことかというと、ビフォーアレン長崎っていうのはやっぱチームコンセプトとして、サイドバックね、両サイド、サイドバック、サイドハーフの攻撃参加っていうのが、持ち味になっていますね。で特にサイドハーフからサイドハーフへの、一本のパス交換で、例えば左の亀川から右のサイドバックの選手とかね、そういうねサイドバック同士で絡めて、プレーをするっていうのが非常にうまいチームでございますね。今シーズンも何度か、亀川選手、左サイドバックの亀川から右サイドバックのマイクマ選手のパスとかゴール前のクロスっていうの結構ありました。なので本当サイドバック、両サイドバックが高い位置を取ることで相手を押し込むっていうのが長崎のコンセプトなんですけど、これをね新人選手がやれるっていうのは本当素晴らしいことでございまして、まあ皆さんちょっとねいろいろ考えてほしいところがあるんですけども、例えばサイドバックの、選手ね、サイドバックの選手が高い位置を取るとどういうことが起きるかっていうと、当然自分の背中、背後のところに危険なスペースを生み出してしまうんですよね。これ本当当たり前のことなんですよね。例えばこれサイドハーフの選手が高い位置を取ったとしても、そこの後ろにはサイドバックがうまいことカバーをしてくれるので、守備上のリスクっていうのは軽減できるんです。ただサイドバックがね、しかも両サイドバックが攻撃参加をする長崎において、この新人の選手がねサイドバックとして高い位置を取るっていうのは相当これはね勇気がいることなんですよね。どういうことかというと、やっぱりどの社会人とかも僕ら一般人もそうなんですけども、やっぱりねリスクは負いたくないですよね。恐ろしいですよね。やっぱ失敗してこう怒られたりとか、自分の失敗がこう会社に不利益をもたらすとかっていうのは怖いと思うんですよ。で、それマイクマ選手もまあまさしくそれに当てはまって、あんだけ新人選手が高い位置を取れるって
ていうことは、それだけね、自分が上がったことによって後ろのスペースを使われてしまって失点につながるケースっていうのは十分考えられるんですね。自分がこうオーバーラップするタイミングを間違ってしまって余計に後ろのスペースを使われてしまうっていうのは、これが失点リスクにつながることは結構あるんですけども、その失点を恐れない、自分の背後に空いたスペースを使われたとしても他のセンターバックとかボランチの選手がしっかりカバーしてくれる、味方が自分がこう上がったスペースはしっかりカバーしてくれる、この信頼感、この信頼をしっかりしてるからこそ高い位置を取れる。でさらにさっきも言いましたけども、新人選手ですので自分のこの、オーバーラップのタイミングを間違ったことによって自分の後ろのスペースを突かれて失点とか、ピンチを迎えるということが続くとスタメンを剥奪される可能性があるんですね。例えばこれがベテランの選手だったらですね、こうオーバーラップして、自分の背後を突かれたとしても、まあ、経験のあるベテラン選手とかレギュラーの選手でございましたら、まあ、次の試合のチャンスっていうのももちろんあると思うんですけども、新人選手っていうのはそういう、立場にもちろん置かれていません。一つのミスが今後のサッカー人生を左右する、今後の自分の、そのチームでのレギュラーとか試合出場にかかってくるっていうことになりかねないにもかかわらず、あんだけ高い位置を取れる、ね、自分の背後のスペース、いやスペース空いてるけどね、もう俺の役目は高い位置を取ることだからっていうこと、まずチームコンセプトに乗ったプレーができる、そして自分の背後空いたスペースはしっかり仲間がカバーしてくれて、この信頼感、非常にねこのメンタルですよね。代わりに自分がねオーバーラップするタイミング、本当サイドバックってオーバーラップする、かけるタイミングっていうのは非常に重要でございまして、ちょっと間違ったらさっきも言いましたが失点につながってしまうので、もう自分がね上がったことで失敗して失点なんて、もうそんなこと知らんと、自分はチームのために戦うっていうことを鮮明に押し出しているのかなって感じが、します。そういう意味では本当サッカー選手として非常に強いメンタルを持っていますね。本当ね、多分普通のそのサイドバックの新人選手、高卒とか大卒とか関係なく、サイドバックの新人選手であればやっぱり自分のオーバーラップした上がった後のその後ろのスペースを使われたくないんで、オーバーラップをどうしても躊躇してしまったりとか、バランスを取るために失点リスクを抑えるためにちょっと上がるのやめようかなって、ちょっと自分が引いて、バランス取ろうかなとか思ってしまうと思うんですけども、前熊選手は関係ない、本当、自分は持ち味を出す、チームコンセプトにのっとってプレーをするという、非常にそこはね素晴らしいかなと思いますね。でやっぱり上がったら上がったでしっかり結果も残すんですね。さっきも言いましたけどアシストもゴールも、決めていますし、でなおかつこの選手ね、まあ戻るのもそもそも早いんですね。攻守の切り替えといいますか、まあ、自分のクロスが跳ね返された後とか、まあ、たまにこう悔しがって戻りが遅い選手とかいると思うんですよ。ああもうみたいな感じで、ああもうみたいな感じでちょっとね自分のポジションに戻るのが遅い選手がいるんですけど、前熊選手ってそう感情あらわというか、失敗したからああ畜生みたいなことはなくて、もう淡々とこう戻っていくというか、淡々と戻りながらもしっかり相手を潰していく、そこは非常にね、素晴らしいというか、サッカー選手としてこのなんかね賢さっていうのが、垣間見れるシーンっていうのは何度か、ありましたので、そういう意味ではね、こうサイドバック前熊の上がった裏を使えてピンチっていうのはあまりないっていうのは、前熊選手自身がこう自分で上がっても自分でしっかり戻れるっていうね、そこの自信があるのかなって感じがまあしますね、僕は正直、そういう意味でやっぱ前熊選手の素晴らしいところって、そういう、サッカー選手としてのプレーもそうなんですけど、内面の部分にあるのかなと思いますね。で特にね、もともとフォワードの選手でございまして、やっぱりフォワードの選手がねサイドバックやってくれとか言われたら、ちょっとプライドが傷つくと僕は正直、思うんですよね。俺はずっとフォワードとして結果を出して、プロまでのし上がってきた、なのにサイドバックって、まあ僕はサイドバックのポジションをバカにするつもりはないんですけども、ただフォワードの選手っていうのは特にまあいろんなポジションと比べてやっぱりこう守備的なポジションに回されることってあんま好きな選手は多分いないと、思うんですよね。なのでそこのねこう自分の中のモヤモヤとか葛藤もあったと思うんですけども、しかしそれでもしっかり結果を出す、今長崎に、いないと不可欠な選手になってきましたね。本当この選手、来年も J1 に、J1 というか来年長崎が J1 に上がった時一緒に戦ってほしい選手でございますね。本当大事に育ててほしいと思います。本当注目の選手で見ていきたいと思いますね。はい。ということで今回前熊選手の特集でしたね。まあちょっと喉の調子が本当よろしくなかったんですけど、やっぱ喋ればね、こう体のアドレナリンが出てくるというか、やっぱりね、喋りの調子が僕の中では声はちょっと出てきたかなという感じが、しますね。もしかしたらちょっとお聞き苦しい点もあったかと思いますけど、よかったらまたチャンネル登録とか、遊びに来てください。本当はい。ということで、以上、パロプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。